玉村警部補の災難は、2012年2月10日に、宝島社から刊行された、海道ドの小説。別冊宝島から毎年、発行されている、このミステリーがすごいに著者が寄稿した4作の短編小説を書籍化したもので、著者のデビュー作、チーム・バチスタの栄光から続く、田口・白鳥シリーズの脇役である。 桜宮警察署の玉村誠警部補と、彼を振り回す上司の加納達也警視生の活躍が描かれており、玉村が受診した、東場大学医学部附属病院不定収訴、外来責任者の田口康平と共に、個々の案件を振り返る内容で構成されている。このミステリーがすごい2008年版に収録。イノセントゲリラの祝祭と時系列でリンクする部分があり、 本書に先駆けて文庫版のイノセント・ゲリラの祝祭に組み込まれる構成で書籍化されている。ストーリー登場大学医学部附属病院の窓際講師、田口光平は厚生労働省窓際官僚の白鳥圭介からの要請で厚生労働省の会議に出席するため上京。会議からの帰り道で白鳥と別れた田口は公園で身元不明の遺体と遭遇し、 白鳥の指示で遺体を観察医務員に運び込み解剖を依頼する。登場人物、このミステリーがすごい2009年版に収録。ストーリー、桜宮市の桜テレビが企画した、かつて一世を風靡した芸人によるバラエティ番組の収録中に殺人事件が発生。捜査のため、桜宮警察署の玉村警部補と可能警視制がやってくる。登場人物、 このミステリーがすごい2010年版に収録。ストーリー夫と愛人がいる、白井香奈という主婦が殺害された事件で、DNA 鑑定の結果が一致したのは、被害者とは何の接点もないフリーターだった。DNA 鑑定は絶対であろうと関係者が思う。中で、加納は容疑者のアリバイや関係者の聞き込みを開始する。登場人物3年ぶりに寄港された。 このミステリーがすごい2012年版に収録。ストーリー、桜宮市では最近、東京から活動拠点を移転してきた、新興暴力団、竜宮組の組員が、昇進自殺で発見される事案が相次いで発生していたが、桜宮市警察は遺書も存在し、また視界による歯の治療後の確認による鑑定でも、不審な点が見られないと判断されていた。だが、 自殺したとされる、クジラを描く未曹の人となりを熟知する可能は、一連の昇進自殺に事件性を疑い抱き、玉村と共に捜査に乗り出す、登場人物、ありがとうございます。